はい、こんにちは。今回ですね、Bluetooth スピーカーのご紹介です。今回はなかなかね、形が面白い Bluetooth スピーカーのご紹介をいたします。こんなね、箱に入って届いています。IPX7 と書いてあるように、防水性にね、優れたワイヤレススピーカーです。今回はこちら、バスパルさんからのレビュー用品、高音質 Bluetooth スピーカー、マイク内蔵、日本語説明書付きのポータブルスピーカーです。8時間連続再生できる強力な吸盤を持ったスピーカーご紹介いたします。現在3199円の商品です。こんな感じのなかなか面白いデザイン形をしたスピーカーです。機能を見てみましょう。このようにワイヤーです。そして 5W の出力、 IPX7 の防水性能、スピーカーフォンとして利用可能、マイク付属、 FM ラジオの受信もできます。リチウムイオンバッテリーでポータブル可能、シリーズコネクテッドサウンドプレイン、これはねちょっと意味わからないですね。開封しました。中身こんな感じです。本体に USB ケーブル、そして、Twitter のフォローをね促すようなリーフレットとユーザーマニュアルです。ユーザーマニュアルはこのように日本語でわかりやすく書かれています。スペック見てみましょう。周波数特性は 100Hz から 20kHz、 作動距離は 10m、 マイク内蔵、パワー 5W、 そして DC5V でバッテリーが 650mAh ですね。充電が4時間で再生が8時間となっています。ではスピーカー外観見ていきましょう。こんなね丸い形をしています。ご覧のようにね吸盤が非常に目立ちます。これのアウトドア防水性備わっていますので、お風呂のね壁にくっつけたり、あらゆる場所吸盤としてね、このようにくっつけて Bluetooth スピーカーとして使用することができます。防水性は IPX7、 30分間 1m の浸水しても耐えれるようです。このあたりね過信は禁物かと思います。横の部分こんな感じで充電用の USB の端子があります。ここにしっかりとゴムで覆われているパーツで水がね入らないようになっているかなというふうに感じます。表面こんな感じです。電源ボタンに、曲送り、曲戻しに再生停止、そしてモード切り替え、どうもね FM ラジオが聞けるようなので Bluetooth と FM ラジオ切り替えることが可能です。こんな感じのなかなか今までにないスピーカー、モノラルですけどね面白い形をしています。では接続して音を聞いてみましょう。電源をオンにします。このように光るのも特徴ですね。今すでにねデバイスと接続されている状態の場合は M を長押しすると切断できるようです。このようにマイスピーカー F013 接続済みとなりました。ここですね。これでタブレットから視聴が可能です。このような LED ライトですけども、電源ボタンを短く押すとねこのように色が変わります。では聴いてみましょう。曲はおなじみ、最近話題になりましたワトソンさん、ムズムズのワトソンさんの曲、イレブンスフィンガーです。このようにモノラルにしてはね非常にボリュームが確保できてね非常に聞きやすい音かと思います。ステレオではないのでね特にすごいとかですね高音質といった感じはないんですけれども、低音から中高音までそつなく出しているかなっていう感じで、もともとねアウトドアであったりお風呂とか、そういった用途で使うということで、水もねかかるような用途で使う場合が
このねスピーカーのメインかと思いますので、音質を気にするというよりは、他のことをしながら、軽くねBGM として使うというシーンが多いのかなと思います。その場合にはね非常に、十分な音なんじゃないかなというふうに思います。ではちょっと FM ラジオがね聞けるのかな。 FM ラジオ再生ボタンの長押しでサーチができるようです。これに今サーチしているのか全然わかりませんね。あ、これ順番にサーチしてちょこっとだけ流してくんですね。絶対しないやつ。しないやつ。あ、しない方だ。水月はした方が好きです。おー、した後にはこの曲送り戻しボタンでそのサーチした選曲に飛べるようですね。あ、なかなか分かりにくいですけど、分かると操作しやすいかもしれません。長押しで音量をねボリューム切り替えです。これ ZIPFM ですね。ちょっとノイズが入ってます。今ね家の3階で建物の中ですけれども、アンテナ全くないんですけど、聞けることは聞けますね。とこんな感じでねラジオも聞けるのは非常に面白い。ではちょっと利用シーンとして吸盤くっつけてみたいと思います。こんな感じで冷蔵庫に貼り付けて再生するのもありかと思います。あとはこんな感じでキッチンの壁にね貼り付けて使用することもできるかと思います。ちょっとね平らな場所じゃないといけないんですけれども、このように料理をしながら音楽聴くことができますね。あとはこういう高い位置に吸盤で貼り付けて部屋全体に音楽をね行き届かせるようなことも可能です。あとはこんな感じでお風呂の壁に貼り付けてシャワーを浴びながら音楽を聴くこともできるかと思います。一つ注意があります。このようにね吸盤は空気をね抜いたりする機構がないので、単なるこんな感じのビニールの吸盤ですので、非常に弱いです。ですので、ちょっと今この壁ねお風呂の壁ちょっとザラザラとしている壁ですので、だん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 とねこの重さが結構あるので今垂れてきて空気が少し入ってボンと落ちました。衝撃性があるので、このように問題なくね動いてはいるんですけれども、ちょっとね貼り付ける場所はツルツルの場所で空気が入らないようにするっていうことがね必要かと思いますので、この点だけね注意が必要です。もちろんこんな感じで綺麗に光りますので、吸盤で貼り付けるだけでなくテーブルの上に置いてインテリア、スピーカー兼簡易的なね照明としても使うことができるかと思います。ということで今回は IPX7 の防水性を持った吸盤タイプの Bluetooth スピーカー、バスパルの Bluetooth スピーカーご紹介いたしました。想定されるね利用シーンに合う方はぜひねチェックしてみて参考にしていただければ幸いです。では今回も見てくださりどうもありがとうございます。